スペースシャトルオービター、スペースシャトルオービタとは、スペースシャトルを構成するモジュールのうち、実際に宇宙と地上を交換する、宇宙船本体部分である。スペースシャトルオービターはロケットであり、宇宙船であり飛行機でもある有力のスペースプレーン、である。このスペースプレーンは地球を周回する軌道へ乗員と、貨物を輸送し、大気圏を滑空機のように飛行して帰還する。 胴体交尾に採使用可能な液体ロケットエンジン、スムを3機搭載し、オービター外部に取り付ける固体ロケットブースターの推力を合わせて、ロケットのように打ち上げられる。宇宙空間で活動を行った後、大気圏に再突入し、グライダーのように滑空して、地上の滑走路に着陸する。完全なリフティングボディでなく、機関時の滑空に翼による揚力を利用しているため、 従来の宇宙船に比べると飛行機に近い形状をしており、垂直尾翼も設置されている。胴体全部にキャビンがあり、胴体中央部は貨物室となっている。機体覆面には、大気圏再突入時の摩擦熱と断熱圧縮による高温に耐えるために、耐熱タイルが張り巡らされている。大気圏内の長距離輸送は、シャトル輸送機と呼ばれる。 専用のボーイング747改造機に搭載される。この際、胴体ビブにはエンジン保護と空力改善のためのフェアリングが被せられる。ちなみに、ロシアが開発したブランもオービターと呼ばれ、外見はアメリカのスペースシャトルと比べて多少鋭角的なこと以外ほとんど同じだが、中身はかなり違う。詳細はブランを参照全部でエンタープライズ、コロンビア、 チャレンジャー、ディスカバリー、アトランティス、エンデバーの6機あり、全機が南カリフォルニアを拠点とするロックウェル・インターナショナルで生産された。最初に飛行したエンタープライズは1977年にボーイング747両核機を改造したシャトル輸送機に乗せられて滑空、着陸試験に使用され、実際に宇宙飛行を行う他のスペースシャトルに役立てられた。 コロンビアは1981年に打ち上げられた宇宙飛行を行った初のスペースシャトルである。チャレンジャー、ディスカバリー、アトランティスの初飛行は、それぞれ1983年、1984年、1985年である。1986年にチャレンジャー号爆発事故によって、チャレンジャーが失われたので、エンデバーが、 大大気として建造され1992年に初めて打ち上げられた。2003年にはコロンビアが大気圏再突入時にコロンビア号空中分解事故によって失われた。そのため3機で運用されるようになった。アトランティスは2010年5月、ディスカバリーは11月、エンデバーは2011年1月に退役する予定だったがいずれも延長され、 2011年7月8日のアトランティスの打ち上げが最後となった。得意な操縦特性とやり直しの効かないアプローチに習熟するため NASA ではガルフストリーム2を改造したシャトル訓練機での着陸訓練を行っていた。オービターの最大滑空比、陽光比は速度によって変化する。極超音速では1、1、超音速では2、1、 接近から着陸にかけてのアオン速では4.5、1である。運用開始順に記載する。蒸気のほか、模型のパスファインダーも、オービターとしてカウントされることがある。さらに試験用以外にも展示用として、いくつかの実物大のオービターが作られた。シャトルの打ち上げの様子左から右へ、順番に、コロンビア、チャレンジャー、ディスカバリー、アトランティス、エインデバー。 ヒューストン宇宙センターのアドベンチャー号の展示、ありがとうございます。